先ほどの10レースからは池永太志、内越明の2選手が明日の優勝戦進出を決めました。さて睡眠場を変わりましては2つ目の準優勝戦第11レースの開始です。1号艇には尾崎哲也、2号艇には大島和也、3号艇には小林康、4号艇には永井源、5号艇井上圭一、6号艇森林太志、以上6選手の対戦11レース準優勝戦です。本番レースピット離れ除いたのは2号艇大島、対照的に少し下がったのは1号艇尾崎、2号艇大島抑え込もうとしましたが1号艇尾崎も抵抗、結果的には1、2、3、4、5、6の枠内進入となっていくようです。このレース人気の中心です。1号艇の尾崎インに構えています。2コースは2番人気、2号艇の大島、大ベテラン2選手がイン水域を固めてセンター3コース、3番人気3号艇の小林、4コース下げて角1が4号艇長井となりまして、5コース5号艇の井上圭一、サイアウト6コース6号艇の森林、進入スタイルは3対3の枠なり、1コース1号艇の尾崎哲也はおよそ100起こしとなっています。スタート10秒前です。第11レース準優勝戦はインコースから1番2番3番ダッシュスタート、4番5番6番です。今スタートしました。4角からトップスタートは4号艇長井でありますが、1周の1枠2コース3コース出ていきますが、内から向かい打つ1号艇大崎逃げ体勢、3号艇の小林がまくる、2艇セッター、切り込んでは4号艇長井と、さらには2号艇大島、6号艇5号艇旋回しておりますが、トップラスは1号艇4号艇伸び比べ、インコース来た、4号艇長井アウトコース踏ん張った、1号艇大崎3番手一歩先行、6号艇の森林、1周にコーナーの旋回スタート正常、コーナー飛び込む6号艇森林やってくる、抑え込む4号艇長井、差しに回ってズバッと1号艇大崎と、さらには2号艇大島、3号艇小林が旋回ですが、先頭を振り切った4号艇長井、2番手押し込む1号艇の大崎、3番手至近距離6号艇の森林、アドゴー3号艇の小林、内川2号艇の大島、レースは2周回1コーナー、2番手は1号艇大崎が行く、内からやってくる2号艇の大島、握り込んだ6号艇の森林、インついては3号艇の小林が旋回も、2番手安全圏が1号艇の大崎、さあ今度は焦点3番手差が6号艇2号艇並走、内は2号艇の大島、外の6号艇の森林、後方2艇3号艇小林、最後方は5号艇の井上、レースは2周に回る攻防戦、内か小さく回る2号艇内から押っつける、3号艇の小林、2艇回して切り込んでくる、6号艇の森林太志、2号艇6号艇まだ接戦、インコース6号艇の森林、アドコースは2号艇の大島伸びるか、レースは残り1周、先頭は4号艇の永井源、2番手が1号艇の大崎哲也、さあ注目の3番手で押さえ込む、2号艇6号艇競り合った、積んでかわすは1号艇の大崎、アウトを回すは3号艇小林旋回しておりますが、3番手は2号艇の大島、上代系41二の台形、2連単416見せは 34.4 倍、3連単412 86.2 倍を示しております。このレース4角からトップスタートコンマ16差しました。先頭は4号艇の長井、2番手は1号艇大崎、3番手が2号艇の大島、上位の台形は412、先頭4番長井がゴール、2着1番の大崎ゴール、3着3番の大島ゴール、3番小林、6番森林、ラスト5番の井上ゴール、以上小島第11レースでした。